日仏文化学院パリ日本人学校日仏文化学院パリ日本人学校はフランスのパリ近郊モンティー・コール・ルイ・コール・ブルトンヌに所在する日本人学校である同校の立地はビルド・フランス地域圏内に含まれベルサイユに近接するプライマリな教授言語は日本語であるが生徒たちはフランス語の授業も受ける授業は6歳から15歳までの年齢の子供たちを 対象としている日本人とヨーロッパ経済的文化的衝突の著者マリー・コンティヘルムは子供のいる日本人家庭がパリ大都市圏に住む場合、東港への登下校に使えるバス路線の沿線であることが住まい、選びの最低限の条件になっていると記述する。彼女はまた日本から来た子供たちの中にはフランス滞在中に地元の学校に通う子もいるが、 国際的な感覚を持ち合わせている親でさえも、滞在期間の後半になると、指定を日本人学校に転校させて、彼らの関心が日本社会を思考するようにするとも記述する。その他の特徴としては、日本人学校に共通して言えることではあるが、子供の転入と転出が非常に多いという点が指摘されている。また、校内には、 日本国内の学校よりも日本らしいものがたくさん展示されている。パリ日本人学校は1971年に全日制日本人学校設立準備委員会が発足し1973年に日本商工会議所により設立された。開校当初はパリ16区のシャイオミヤマイトロカデロ広場界隈にあり生徒は100人であった。 1980年代に急速に規模を拡大し、1990年に日本人学校用に建てられた建物に移った。新校舎建設には複数の日系企業が出資した。その年の生徒数は小学校と中学校を合わせて563人であった。1991年は500人が通っており、登校に通う生徒数のピークであった。また、 日本企業からの投資のピークの時期でもあった。しかし、その頃から日本の不況が始まり、2004年は小学部194人、中学部71人で、総計265人、1000人教員、約20人ほどであった。2013年の生徒数は380人であった。登校を監督する学校委員会には、 パリを中心とするエリアにオフィスを構える日本企業の代表が加わる。府兄が支払う授業料は日本国内の私立学校相当である。当校の教育方針は生徒の日本人らしさの維持と寛容に重きを置き、同時に国際理解を深めることも重視される。国際理解に関して、当校は9年生に地域のフランスの学校へ訪問させ、授業を受けさせている。 逆に、地元の学校から登校に生徒を訪問してもらい、授業を行うことも行っている。体育の日には、地元の学校と合同で学園祭を開催する。また、登校は毎週土曜日午前に、地域住民向けに日本語教室を開講している。日本の文部科学省がカリキュラムを設定している。カリキュラムは、日本式の教育を提供し、生徒たちが、 日本の学校に再入学できるようにすることが意図されている。文科省は日本人学校に先生を派遣することも行っている。学校は土曜日午前の授業を行っておらず、従って1日あたり6時間ではなく7時間の授業がある。フランスの管轄当局は日本人学校にフランス語の授業を1週間あたり2から3時間行うよう求めており、 当校ではフランス語を話す先生がフランス語と日本語の両方を使って授業を行う場合がある。当校はパリを中心としたエリアを横断して生徒たちを送り迎えするスクールバスの路線を8路線提供している。ありがとうございます。